平成17年問題8の3層回路ですね、こういう負荷がありまして、配線が 200m あった、で20アンペア流れたと。で、まあ、一線のですね、ドロップをですね、4ボルト以下に収めるにはですね、電線どれぐらいの電線張ったらいいかと、こういうことですね。で、一線のですね、一層のですね、電圧効果ですね、VR ですね、ボルト、それから電流ですね、電流を I アンペアですね、それから抵抗ですね、一層の抵抗を R オーム、そうですね、VR はですね、ルート3倍の IR とこうなりますんで、ルート3かけ20かけ R と、これだけ電圧がドロップになると、こういうことですね。で、台よりですね、ルート3かけ20かけ R ですね、これがまあ4オームと、こうですね。そうすると R はですね、4を割ることの20ルート3ですから、これは5ルート3分の1とこうなりますんで、これは 0.2 をですね、ルート3で割ると。はい。で、R イコールですね。これは、0.116 オームですね。の、これ200メーターですから、こうなりますよね。こうなります。でこれを100メートル換算しますんでね。よってですね、100メーターにですね、換算ですね、0.116 をですね、半分ですからね、半分に割ればいいわけです。はい。そうするとこれはですね、 0.058 オームとこうなりますんでね、これより小さいですね、抵抗の小さいですね、三八ですな、38付けですね、を用いるとこうなります。